皆さん、こんにちは。今回は体操女子日本代表の宮田笙子選手がパリオリンピックへの出場を辞退したことについて、有名人の反応や一般の方々のコメントを交えながら詳しくお伝えしていきます。まず、ことの発端から説明しましょう。日本体操協会は7月19日、パリオリンピック女子日本代表でエースの19歳、宮田笙子選手について喫煙と飲酒の事実を確認したとして、パリオリンピックへの出場を辞退することになったと発表しました。この問題が日本の体操界に与える影響は小さくありません。宮田選手の離脱により、日本チームは団体戦を4人で戦わざるを得なくなりました。宮田選手は主将に選ばれていたチームの中心選手で、西村健二専務理事は、怪我、病気以外での交代は認められないと述べており、チームにとって厳しい状況が予想されます。この事態を受けて、様々な有名人が自身の見解を述べています。特に注目すべきは、宮田選手を擁護する声が複数上がっていることです。まず、元東京都知事で参議院議員の猪瀬直樹氏は自身の X アカウントで、たかがタバコで何を騒いでいるのか、麻薬じゃないんだから、こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりか、とコメントしました。猪瀬氏は宮田選手への処分が過度に厳しいのではないかという見方を示しています。同様に、実業家で著名 YouTuber のひろゆき氏も、猪瀬氏の投稿を引用しながら、他人に迷惑をかける違法行為を咎めるのは当然ですが、他人に迷惑をかけない喫煙をした19歳がオリンピックの夢を奪われるのは、罰としても過大すぎるように思います、とコメントしました。ひろゆき氏は、宮田選手の行為と処分の均衡性に疑問を呈しています。陸上 400m ハードルの日本記録保持者でタレント、指導者の為末大さんは、問題だったとは思いますが、代表権を奪うほどではないと思います。さらに、為末氏は、どうか冷静な判断をお願いします、とも付け加えています。元大阪府知事で日本維新の会代表を務めた松井一郎氏も、自身の X アカウントで、厳重注意で謝罪すればよいのに、厳しすぎるとコメントしました。松井氏の発言も、宮田選手への処分が過度に厳しいのではないかという見方を示しています。これらの擁護的な意見に対し、より厳しい見方を示す声もあります。元衆議院議員の金子恵美氏は、TBS、CBC 系、ゴゴスマ55スマイルに出演し、ここまで並々ならぬ努力をして代表になって、しかも主将になっているのに、なぜ自覚がなかったのかは残念と述べ、トップアスリートには競技成績だけでなく人間性も求められると指摘しました。また、タレントのアンミカさんは、宮田選手に対して、しっかり反省して次につなげてほしいとエールを送りました。アンミカさんの発言は、宮田選手の将来を見据えた前向きなメッセージとして受け止められています。これらの有名人の反応に加えて、ソーシャルメディアやニュースサイトのコメント欄では一般の方からも様々な意見が寄せられています。ある人は、飲酒もか。仕方ないかな。ルールがある以上は仕方ないでしょ。このくらいと思ってこれを OK にしてしまうと、全体の秩序が乱れますよ、といった処分を支持する声を上げています。一方で、厳しすぎるのでは？ 2 ヶ月くらい多めに見てあげて、未成年でこんな思いしてたら絶対立ち直れないでしょ。これでオリンピックで勝てなかったら戦犯とか言われるだろうし、絶対号泣してるよ。かわいそうといった処分に疑問を呈する声も見られます。さらに、運動選手はタバコ、酒飲む人多いです。そんなものだと思います。内部密告ならもっと早い段階で何とかならなかったのか。といったスポーツ界の実態や問題の発覚タイミングに疑問を投げかける声もありました。この問題が日本の体操界に与える影響は小さくありません。宮田選手の離脱により、日本チームは団体戦を4人で戦わざるを得なくなりました。西村健二専務理事は、怪我、病気以外での交代は認められないと述べており、チームにとって厳しい状況が予想されます。また、宮田選手の離脱は、チームの精神面にも大きな影響を与える可能性があります。宮田選手は最年長の19歳で、チームを引っ張っていく立場でした。海外での試合経験が豊富で、後輩たちからも、宮田さんは頼もしい存在と信頼されていました。この状況下で、
補欠として事前合宿地のモナコに同行していた杉原愛子選手、24歳のメンバー入りが濃厚だと言われています。東京オリンピック代表の経験を持つ杉原選手が宮田選手の代わりに大黒柱の役割を担うことになるでしょう。しかし若いメンバーがこの短期間で競技に集中するのは容易ではありません。チームの平均年齢は 17.8 歳と非常に若く、全員が初出場という状況です。このような若いチームが主将の突然の離脱という事態にどう対応していくのか注目が集まっています。宮田選手自身の状況についても日本体操協会の藤田忠会長が神経を使いかなり憔悴している様子と報告しています。しかし同時にしかしながら気丈にしっかりと話をして、正直に素直にしっかりと話をしましたとも述べており、宮田選手が自身の行動を真摯に受け止めている様子がうかがえます。この事態を受けてスポーツ界全体でアスリートの行動規範や管理体制について議論が巻き起こっています。特に未成年の選手やオリンピックのような大舞台を控えた選手たちへの指導や支援のあり方が問われています。またこの問題は日本社会における喫煙や飲酒に対する考え方も反映しています。法律上20歳未満の飲酒喫煙は禁止されていますが、実際にはグレーゾーンが存在するのも事実です。スポーツ選手、特にオリンピック代表選手に求められる行動規範と一般社会の実態とのギャップについても議論が必要かもしれません。一方で宮田選手の今後についても多くの人が関心を寄せています。金子恵美氏が述べたように、若くて未来がある選手である宮田選手が今回の経験をどのように生かし再起を図っていくのかが注目されています。スポーツ界では一度の失敗で全てを失うのではなく、そこから学び成長する機会として捉える姿勢も大切です。宮田選手が今回の経験を糧にどのように成長し再びトップアスリートとして活躍する姿を見せてくれるのか、多くのファンが期待を寄せています。またこの問題は日本の体操界全体にとっても大きな転機となる可能性があります。選手の育成や管理体制、メンタルヘルスケアなど様々な面での見直しや改善が求められるでしょう。特に若い選手たちへのサポート体制の強化や選手と指導者、協会との信頼関係の構築が重要になってくると考えられます。以上、宮田笙子選手のパリオリンピック辞退をめぐる様々な反応とそこから浮かび上がる課題について詳しくお伝えしました。この問題の行方と日本のスポーツ界の今後の動向に引き続き注目していきたいと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、ぜひ皆さんの意見もコメントで教えてください。次回の動画もお楽しみに。さようなら。